それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は式の値の問題です。この問題、実は二次方程式を使わないと解けないような問題なんですけれども、ちょっと面白い問題なので取り上げてみました。それでは解いていきましょう。まず問題を確認しましょう。 x プラス y イコール2、x4 乗プラス y4 乗イコール1234の時、xy の値を求めよという問題です。とりあえず何はさておきということで、 x プラス y を2乗してみて、ちょっと x4 乗プラス y4 乗に近づくように次数を上げてみます。x プラス y の次乗が x 次乗プラス 2xy プラス y 次乗で、これがイコール4というふうになるので、ちょっと軽く整理すると、 x 次乗プラス y 次乗プラス 2xy イコール4のような形になります。次に x4 乗プラス y4 乗の方をちょっと因数分解して次数を下げてみようかなというふうに思います。x 次乗プラス y 次乗の次乗を引く 2x 次乗 y 次乗となるんですけど、これ係数が2なので、無理数が出てきてしまって、あまりきれいに因数分解できません。これがイコール1234なんですけれども、ここでちょっと前の式を見てみて、なるほどと思うわけなんですけど、x 次乗プラス y 次乗っていうのは 4-2xy なんですね。この x 次乗プラス y 次乗を下の式に代入してあげます。そうするとどうなるかというと、 4-2xy の2乗 -2x 次乗 y 次乗イコール1234というふうになって、x と y の xy という文字列の二次式になるわけです。式を整理していくと、 4-2xy は2でくくれるので、4-2-xy の2乗 -2x 次乗 y 次乗イコール1234となるので、両辺を2で割ってあげると、 2-2-xy の2乗 -x 次乗 y 次乗イコール617というような式になります。ここまで来るともうあとはひたすら計算していけばいいかなというふうに思いますけれども、式を整理して左辺に全部移行してあげてですね、あとは、各項を整理していきます。x 次乗 y 次乗 -8xy で、プラス8マイナス617ということになるので、これは x 次乗 y 次乗 -8xy マイナス609という二次方程式に整理できるわけです。これ609を素因数分解していくと3と7で割れます。ちょっと203を7で割るというのが難しかったら、解の公式で解いてあげてもいいかなと思います。こうするとこれ因数分解できて xy-29 xy+21というふうに因数分解してあげることができて、 xy の値がこれで求まっていくわけです。 xy は29または -21 ということがわかります。これでもうすでに問題は解けているわけなんですけれども、ちょっと先まで考えるとすると、 x プラス y イコール2ということが分かっていて、 xy が29または -21 というふうに分かっているので、
実はこれ x と y の値を個別に求めるというところも、これ x と y を解と係数の関係、二次方程式の解と係数の関係だというふうに見てあげれば、x と y の値がそれぞれいくつになるのかということを求めていくことも特に問題なくできるのではないかと思います。計算してみると一方は、複素数になって、もう一方は実数になるので、実数の方であれば誰でも求められるのかなというふうに思います。いかがでしょうか。この問題少し工夫すれば中学3年生でも解けるかなというような問題なんですが、大学入試の問題だそうです。皆さんもぜひこういう問題チャレンジしてみてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。